よーし、やるか。じゃあ今度こそぶちのめす。今度こそ張り立つ。あいつはさすがにもう連戦連戦でも疲れてきたな。どんだけ戦ってるような感じだもんな。いつ君がここに来るのか楽しみにしてたよ。君にはでも僕を倒すことができない。何度やっても無駄だと思うんだけどな。どうだい、ぶつけてみるかい。さあやってみようか。とんでもない極悪だよこいつ。いやマジやべえな本当。エアムと、まあ、エアムとはどうにかなんだろう。とりあえずただ巻き菱だよな、ま、できれば巻き菱が来る前にもどうにかならないか。一撃無理だろうなきっとな。まあ、無理だべ。巻き菱もこれがあれだよな。だまあ雷が効くんであればあれだな。雷効くんであれば、まあ効くっていうかまあ覚えてればよかったかもしれんけどな。いやーでもどうなるかなマジで。まああれ当たる外れる場合もあるからそれがちょっときついな。てれてれてん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 。ほい。でこれでいける。いやもう一戦一戦まで捨てるのもすげえ 重いからもうすげえ。もうずっとやってっからもうなんかもう。で次はボスコドラでしょ。ボスコドラだったらまあ。なんだっけあいつ岩鋼か。だったらあれじゃね、一人じゃね。ああでもあれかあいつなんか防御力高そうなんだよな。防御力が高そうなイメージがある。ただなんかあれだったよな、雷使ってきたなこいつな。だこれでいければまあ残ったか。こうかな。終わった、助かった。そうこのパターンだったんだよね。まあでもこれがまあ上手に来たら、まあ、多分耐えるとは思うんだけどね。耐えるとは思うんだが、わからんよな。はこの段階でメタクロス気が狂ってんだろ、どう考えても。え、何事何事、なぜお前はそうすることを選んだの。まあ、こいつさえ倒せれば。でもこれ耐えらんないよな。耐えられる、一発耐えられれば。一発もった、これマジでさ。いやもう極悪すぎるんだってマジで。極悪にも程があるんだろ。でこれだろ、このバカみたいなのがやってくるんだろ。でもここで半分まで減らすというのはそうやりたいんだ。ダメなんだよな、もうそういうあれでやんないと。だから何人かもこう犠牲にしないとあれだよな。コメットパンチでまたあれだろ、で鋼エスパーだろ、鋼エスパーってことは、まあ、でもジョーズちょっとあれだな、この先の戦いちょっと欲しいなって考えると、まあライアンか。鋼エスパーのそんな食らないで、ちょっとそんな食らないって考えるときついな。サーレンとか、サーレントがまあどの程度いけるかって感じだよな。穴を掘るで頼むぞ。さよしよし、これでよーし。あれ何回使えるんだコメントパンチ。いやそんなにめちゃくちゃ使える味ないだろ。半分いった。でこれで自信いけるべ。どうだサーレント、ありがとう、助かったぜ。さあ、ティトルお前の出番だ。お前のことを潰してくれ。ふりゃ、これが自信じゃ。よーし、ダメタグロ潰したぞ。ネンドール。なんだ、ネンドールとかボンボールとかなんかさ。上手。ネンドールとかボンボールとか知らねえけどよ。うちの店、いやメタグロいければもういけんだろ。半分はいくね。オッケーオッケー。うーわ自信、耐えきれるか俺。マジマジもんですかそれは。でサリアがここでシャドボ
残ったか、まあ、回復するね、ここね。回復するだろ、どうせ。回復するから、じゃあ俺もちょっとあれだな。ジョーズまだあれだろ。恐ろしすぎんだよ、こいつ。で、回復して、まあ、ここはもうあれだな、サレレキみたいな、とりあえず。またそのパターン、またそのパターンか、お前は。まあでもこれでいけんだろ。まあ、勘弁してくれよ、もう。てるる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 。てか、なんだろう、もうここであれかも。てか、もうここでやってもいいんじゃないかも。そうしよう。一気に決めるぜ。影分身でよ。急所くんなよ。サイコキネスがまだ残ってるか。いや、あのメタグロ超えたからまあいけると思うんだが、まあ油断はできんからな。まあ、影分身マックスまで使って、でシャドボでぶっ潰して、シャドボでぶっ潰して残りのやつはまた一人、まあなんつうの、まあサラでぶちのめしてもいいんじゃないか。攻撃だ、結構当たるね。テレテテンテンテレテテンテン、なんちゅう戦いだよ、なんという戦いだ、ほんと恐ろしすぎるぜ。リフレクターこいつさんいかもういかれてんもんな。電動テン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 、よーし一緒やってろ、お前は一生そういうことやってるがいい、その狂った行いを。でもダイゴってなんかさ、なんかあのセリフあれどこで聞けんだろうな、なんかやっぱり僕が一番すごいんだよねみたいな、なんか俺なんかそれそのセリフは知ってんだけどさ、俺なんかそのセリフが聞けると思ったけど、なんかあれだな、なんか、まあ、そのセリフが来てからなんかバトルに入るのかなと思ったけど、なんかそういうあれじゃないんだよな、俺にはよくわからん。ちょっと一人返しとくか、一応あなたらこう全員隠した方がいいんじゃないかも。テレレンレレレレレレ、じゃあ一応な、念のためにな。まあそれで一緒やってるから、光の壁が消えるまでとりあえずやるか。じゃあよしどういうこと、一体開けろ。テレテレテン、戦闘に参加するのかやつらは。いつ切れるんだ、よし切れた。じゃあこれ攻めるか。じゃあほい、シャドーボー全然食らわねえ。でこれだろ、まあしょうがないね、これは。まあ技回復のあれがあるから、まあとりあえず、まあ、まあ特防が下がってくれればな。おいいぞいいぞ、リフレクター、テレテテンテン、まあそうだよな、知ってるよお前がやることは。まあお前そういうやつはどうだろう、特防下がればすげえ楽なんだけどな。すげえ長い戦いになりそう、ほんと。てんてんと、おおいいね。光の壁がちょうど切れるぐらいなんかあれだな、どうにかしたいな。よし。で、どう来る？あ、ちょうどいい、あれだな、完璧なタイミングだな、これは。やっといたか。あ、誰だっけ、あと。なんか虫みたいなやついたよな、虫みたいなやつと。てれれてん？誰だ？ユレイドル。あ、草みたいなやつか。おめえか、このわけなかんのやつ。一気に行くぞ。鋼か？お！いけるじゃない、怪しい光。こっちは影分身マックスまでいってるからな。いや、押し切るんだったらこのまま押し切りたいもん。ナイス！残りあれか。ギラティラみたいなやつかなんか。よーし。あ、食らうね。ツバメ返しあるの？なるほど。さあ、どちらが勝つかな？やるね。
とんでもねえことやんな、こいつは。何がツバメ返しじゃ、お前は。何がツバメ返しじゃ、この、このペペロンチーネロが。帰れ、帰りやがれ。よし、いいぞ。それでいいんだ。よーし、サリア、よかった。本当によかった。サーレント、終わらせてくれ。この戦いに、蹴りをつけようじゃないか。俺はサーレント。すべてを吸い取る。お前の栄養分を吸い取っていく。終わりだ。第五。終わった終わった。このファンファーレちゃんと聞いていこう。チャンピオンである僕が負けるとはね。これちゃんと聞かないとな。四天王戦とあれか、ここで聞けるのか。いや、大悟強かったよ、マジで。本当はまあ、あれだけどな。メタグロちょっとあれだけど、最後に出してほしかったけど。いや、でもまあ、なかなか本当に。なんかこの重々しい、なんつうのかな。基本なんかこのルビーサイヤなんか重々しいから、なんかなんつうのかな。まあ、それにふさわしいやつだったな、マジで。さすがだ、ボラオ君。君は本当に素晴らしいポケモントレーナーだよ。おめでとう。君のポケモンを思う気持ち、そしてその気持ちに応えるため全力を尽くしたポケモン、それらが合わさって一つとなり、さらに大きな力を生み出した。だからこそこうして君が勝利をつかんだ。君こそ方園長の新しいおめえかよ、ボラオ君。挑戦する前にアドバイス。どんだけあれなんだ一体。ひょっとしてもう終わっちゃった。終わったぞ。戦うか。心配いらんと私が言った通りだろう。ボラオ君、とうとうやり遂げたな。君が十日ジムのお父さんに勝ち抜いたと聞いたときに、もしやと思ったが、まさか本当にチャンピオンになってしまうとはな。そうだ、君のポケモン図鑑どうなった、見せてごらん。決まった場所でしか見つからないポケモン、しつこく探すしかないぞ。とにかくおめでとう。胸を張って奥の部屋に行ってくればいいよ、ボラオ君。いや、新しいチャンピオン、僕についてきなよ。申し訳ないけど、ここから先はチャンピオンになったトレーナーだけが入れる場所。君はそこで博士と一緒に待っていてくれないか。ガーン、でーでってって。そういう決まりだもんね。本当におめでとう。おお、広いね、ここは。激しい戦いを勝ち抜いたポケモンを記録する場所。リーグチャンピオンの栄光を称えるための部屋。近代的だな。ポケモンリーグを勝ち抜いた君の名前と、共に戦った君のパートナーをこのマシンに記録しよう。え、ちゃんと配列ってか、これ大丈夫か、これ。もう、結構あれだからな、重要だからな、そこ。え、どんな感じなんだ、これ。さあ、頼むぞ。おー、ライアン。特攻隊長って感じだったな。ライアンってとりあえず。いや、サリアめっちゃ活躍したよな。サーレント。上手。上手、いいね。ケビン。お、やった、サーレント真ん中。いいね。この配置いいな。しかもサリアとジョーズがなんか右にいるっていうね。この配置いいな。いや、かなりいいあれじゃない？かなり嬉しいわ、これ。やった。え、てか終わっちゃった。何このなんか。めちゃくちゃ爽やかじゃん。終わってしまった。いや、超楽しかったな。なぜあいつなんだ。え、あ、これ俺の、そうだ、俺のメンツだよな。あ、そういうこと。俺が今まで仲間にしたやつってこと。あいつがグラードが一発目に来るっていうのがなかなか面白いな。なんかなぜか知らんけど、あいつはなんか、なぜか知らんけど思い入れかなんか、一回まだ使ってないのになんかやたら思い入れがあんだよな。メンバーちょっと入れたかったけどな、若干な。ちょっと面白かったからよ。もう存在が面白いんだ。そうなの、リスルで。あー、ティトレイもよかったな。上手。いや、いいメンバーだった、マジで。またおめえかよ。
仲間にしたやつがあれか、出てくるのかな、多分な。ああ、終わったのがすげえ寂しいな。お、はるかだ。そうやって抜き去っていってさ、プーラルたけんだから、あいつは。いや、サリアめっちゃ強かったけどな。ケビンもなんかほんと大活躍したからな、ほんと。特にもう中盤にかけてまでなんかもう。いや、ティトレ進化してからなんかすげえなんかあれだったな。いや、まさかメタグロスのなんかもう切り札になると思わなかったな、ほんと。追いついたぞ。バシャーンはどこ行ったんだ。これちょっと悲しいな、なんか。もっと掴めればよかったな。もっと掴めればもっといろいろなんか出てきただろうに。もったいねえ。おお、すごい。帰ってきたって感じがするな。まあ、どこだか知らねえけど。これどこだよ、ここは。うわ、終わってしまうのか。ジエンド、終わったな。いや、めちゃくちゃ面白かったわ。いや、ポケモン面白いな。お。切なすぎる。ね、この終わり感が、終わり感やばいね、これね。いや、もう完全にでも新天地だったな。新天地で俺の全然知らないとこで、まあ、知らないやつらと出会って、知らないポケモンとも出会ってみたいな感じで、なかなかいい冒険だったわ。いいメンバーにも恵まれたしな。終わったのか。じゃあ俺も帰るか。じゃあ俺も帰るとするか。では、オープニング見て、じゃあ帰りましょう。どんな感じだったっけ。てかあいつ出てなくない、それは。ラティオスだか、ラティアスだかさ。レックーザはあれなの、レックーザはあれなのか、エメラルドなのか。おお、でけえな。これでかくね、やつは。いい曲だな。たまんねえ。これ何の技だこれ。ここにサメが出る、サメが出てきて、なんか運命感じたもんな、マジで。なんか絶対仲間にしようと思ったもん、あの瞬間も。よし、じゃあ帰るわ。では、さらばだ。戦争チーン、 See you。